これから自宅でもできるストレッチの紹介をします。今日はパンチが、パンチによく使う筋肉たちのストレッチを紹介したいと思います。座っても立ってもどちらでもやりやすい姿勢でやってもらって大丈夫です。これからストレッチを始めます。では最初に背中のストレッチからやっていきます。手を組んで前に背中を丸めるように。パンチで意外と使うのが背中です。10秒、15秒ぐらいやっていきましょう。OK です。次は肩、三角筋です。顔が一緒についていくと伸びないので、顔はしっかり正面を向いたまま。15秒ぐらいやったら、そのまま自分の肘を持って、今度は後ろに、今度は三頭筋、腕の下側です。二の腕のところが伸びます。この時に後ろに押すように伸ばしていきます。このまま、今度は横に倒して、背中、後背筋と腹斜筋、お腹の横のところを伸ばします。反対も同様に行います。肩。このまま後ろに押すようにこの二の腕伸ばします。そのまま横に倒して後背筋、腹斜筋伸ばします。OK です。続いて寝てやるストレッチに入ります。寝ます。腰をひねります。この時に膝しっかり床につくように横向きになります。頭は楽にしてください。膝が浮かないように手のひら上で胸を開いていきます。この時に床を目指すんじゃなくて遠くを目指して引っ張り合いっこするように体が戻してゆっくり息を吐いて戻して息を吐いて戻して吐いて15回ぐらいやってくると少しずつ少しずつ床に近づいてきます。最初からべったり床についちゃうぐらい柔らかい人は引っ張られるよ。あっち目指して。全然つかない人はまずは頑張って、床に少しずつ近くにしておいてみます。反対も同様に行っていきます。しっかり膝をつけて。手のひら上で胸開きます。この時にこっちの手は開くのに
こっちの手は開かないっていう差がある人は、遠い方、硬い方を数多めにやってみてください。それでとても硬いので、とても硬い人は少し筋肉に刺激を与えてからストレッチをしてみましょう。腕立て伏せ、プッシュアップです。手はとても広く、ワイドです。指先は少し内側に向けて、肩、頭とお尻一直線になるように、このまま顎を床に目指して、戻して、顎を床に目指して、はい、10回ぐらいやってみてください。手首が痛い人はまっすぐでも大丈夫です。しっかり顎出して、顎出してやってみてください。そこからもう一度ストレッチをしてみて、柔らかくなっているかどうかチェックしてみてください。先生さっきつかなかったけど今つきます。息を吐きます。